勝山古墳でございます。前方後円墳、最初の頃はね細かったよね、方墳の方が。全長が 115m。 で今どこおんの、ホール回れんのかね。あ、いや、これです、勝山古墳墳丘墓。おお、残ってるかな。残っとるけど、これじゃわからんの、初めて来たから。ああ、こうか。奥が方墳の方かね。前方後円墳の 100m ぐらいのやつがあんまり興味なかったね。ほら、ここも習字かね。中止で立ち入り禁止で、まあ、立ち入り禁止の前にこんなもん入らないわ、これ。これ。まあ、むちゃくちゃやわ、これ。中。よく来ると回れんのかね、これ。なんか奈良の古墳が多いね、中止が。こうは、向こうが方墳やからね。これずっと回れんのかね、これ。こんなもん、これ個人所有したかで大変やろ、これ。個人で持てんのや。こちらの方が公園部の方やね。方墳の方が細いからだいぶ古いのかもしれないね。あれ全然ここが護岸工事してないんだろう、あれ。ということであの辺まであったんだよね、最初は。あれやってんのかね、あれ。やってるように見えないんだけど、どうなんだろう、あれ。やってんの？あれ、拭いた石が残ってんのかな、わからんね。豊富ですね。あんまり小さい古墳は見てもらってもね、すぐ終わっちゃうんでね。カモがおりますよ、カモ。前方部はちょっと私が分からんね、これは。墳丘の高さがちょっと全然わからんね。そんなにないね、あれ。木の割合からいったらそんな高くないね、ここのやつね。10メートル未満だな。ちょっとここから流れてみようか、そこの護岸工事は。お、やっぱり石あるね、あれ。あれ土管が詰まっとるってこと、なんかやってんだよな、工事は。ここからずーっとここまで 100m くらいあんのかね。あら、石は回らないのかよ。まあ回れるかと思ってきたんだけど。回れなかったね。逆光でございますか。いや、これやっぱり全然何もやってないね、これ。下。トモロコシやな。
ここだから豊富の方やね、ここ豊富の、この辺も全部本当豊富なんだ、ここ。ここちょっと中入れそうだね。ちょっとイメージ的に細いからだいぶ古いかもしれんな、これ。こういう感じや。この辺までやったな、おそらくな。おお、びっくりした。ごめんごめん。ごめん。何起こってんねん、あんた。ちょっと高さがないね。高さが。吹山古墳でございました。墳丘墓。115m。これがね、やっぱりね、これはここがこうこんな感じだったらだいぶやっぱりね細いねな。はい、勝山古墳でした。ありがとうございました。